母。村の全員に通達。今からでも男衆を起こして邪馬台への食料輸送の準備に取り掛かりなさい。その人数を半分に分けて、半数は食料の運び出しと積み込みを、もう半数は仮眠を取りつつ食料の輸送と道中の護衛に充てるように。は急いで、ことは急を要します。末路が落ちたことは邪馬台の人々の士気を消沈させているはず。そこを狙われては邪馬台は落ちます。了解しました。スサノオ、お前は護衛兵を率いて天候を取るように。あと必要な強者と行軍時の食料を確保。その後の指揮は任せます。はっ。来訪者様。いきなりのことで申し訳ありません。事情は今聞いていただいた通りです。おそらくは夜通しの作業になりますので、とても来訪者様のおもてなしをする余裕が。来訪者様にそのような。そんな、泉の人間ではない方にご無理を。ありがとうございます。ありがとうです。では案内します。こちらへ。こっちですよ。
これでいつでも出発できます。お疲れ様です。本当にありがとうございました。どうしました？それが務めですから。姉上、輸送隊の準備完了しました。ご命令を。すぐに出発します。輸送隊は車の牽引を、護衛の兵士はその前後に入らせて。は、時に客人。まあとりあえずは働いたな。弱そうな見かけの割に。それだけだ。珍しいこともありますね。佐野が男性を褒めるなんて。それでは私も行きます。幸川留守番ですので相手をしてあげてください。ああ見えて結構寂しがり屋ですから。ダメです。つくも様の気持ちはよくわかります。ですけど彼女たちは滞在人なのです。もう関わりをお持ちにならない方がよろしいかと。戻ってきて彼女たちの処分を下します。来訪者様、
私たちは戦争をしているのです。虫を取りに行きましょう。ヤゴ？トンボの幼虫ですか？それならこの先の沼に。ですね。はい、だからその子たちのことを大切にしてもらえるように精魂込めて薬や食物に変えて役立ててあげるんですよね。
ないで。許さない。喋らないで。あなたのこれからの発言は全て記録されます。
罪状の酌量に関わることを自覚の上、発言の内容および質問事項には注意してください。最初に断っておきます。あなたには私の質問に対して黙秘権が認められていません。あと、偽証は罪状に過重要素が含まれます。よって取り調べにおいては正直にありのままに応じてもらいます。前にも言ったはずよ。あなたは何を話してもわからない。むしろ知らない方があなたのためだって。どうして？どうして思い出したの？ここは過去、古代弥生時代の日本。あなたは21世紀の世界から時空間を越えてここに来てしまったの。そうよ。信じる信じないかはあなたの自由よ。それでも真実は一つしかないし、現実は変わらないわ。時空警察クロノフォース調査部巡査ユーキルカ。それが私。私は30世紀の人間よ。
なたを監視するため。クロノフォースの時空スコープにあなたの存在が注意分子としてキャッチされたの。だから私たちはあなたを時空干渉の可能性がある人物と判断したのよ。時空間はあなたが想像するよりもずっと脆くて不安定なの。ちょっとした時空間の流れの関係で狭間やほころびが生じる。そこに巻き込まれて過去や未来の世界に飛ばされる人を時空干渉者と呼ぶわ。そんな人たちが迷い人にならないよう導くのが私たちの役目。でも時には歴史の重要な分岐点で本来の歴史を変えてしまう人も中にはいる。あなたが意図するしないは関係ないの。そうしてしまう状況に追い込まれるのだから。でも放っておけば未来が崩壊する。あなたの世界ももちろん私の世界もね。